マッチョが喜ぶ筋肉飯、マチョ飯。チャンヘイです。僕は筋トレと食生活によって100キロ間近の体から30キロの減量に成功し、フィジークやパワーリフティングの大会に出場しています。この動画ではそんな僕の体を作った筋肉のつく食事、またダイエットや減量にも向いているマッチョが喜ぶ筋肉飯を紹介しています。この動画の参考になる人は、食生活から体を変えたい人、トレーニングをしているパートナーがいる人、ダイエットや減量をしている人、もしくはこれからやる人です。今回は痩せるピーマンの肉詰めを作っていきます。一人前の栄養素は以下のようになっております。総カロリー191キロカロリー、タンパク質 23.3g、 脂質 6.6g、 炭水化物 8.6g。 それでは用意する食材です。ピーマン3個、鶏むねミンチ 200g、 玉ねぎ半分、ニンニクチューブ小さじ1、生姜チューブ小さじ1、ケチャップ大さじ4、オイスターソース小さじ2、塩コショウ少々、ごま油 5g。 それでは食材の下準備です。まずは玉ねぎを半分にし、みじん切りにします。みじん切りにした玉ねぎを600ワットで1分加熱し、柔らかくしておきます。ピーマンも半分にし、ヘタと種を取り除きます。ここでマチョポイント。ピーマンにはタンパク質の代謝を促進するビタミン B6 という栄養素が含まれております。つまりタンパク質との相性が良く、ピーマンの肉詰めは最強なのです。また今回の肉種にも使われるニンニクにもビタミン B6 が多く含まれており、その他の野菜にはサツマイモ、ジャガイモなどの根菜、エリンギやシイタケなどに多く含まれています。調理に戻ります。玉ねぎとミンチを合わせ、ニンニクチューブ小さじ1、生姜チューブ小さじ1、塩コショウ少々振り、粘り気が出るまで混ぜます。ピーマンの内側に小麦粉を振り、先ほどの肉種を詰めます。フライパンにごま油を引き、肉種の面から焼きます。脂質が気になる人は酒などで蒸すのもありです。肉の面に焼き色がついたらひっくり返し、弱火にし、蓋をして6分ほど焼きます。焼けた状態がこちら。めちゃくちゃうまそう。お皿に盛り、先ほどのフライパンに余った水分にケチャップ大さじ4、オイスターソース大さじ2を加え混ぜ合わせ、中火で30秒ほど加熱したらピーマンの肉詰めにかけます。完成。痩せるピーマンの肉詰め、早速食べてみたいと思います。ピーマンの歯ごたえとジューシーな肉の旨味がマッチして最高に美味しいです。ソースが濃いめの味付けなので、減量期の味気のない食事のマンネリ化を防げます。このレシピは普段の食事でももちろん、クリーンバルク、ローファットダイエット中にもおすすめです。普段食べる食事からはできるだけ脂質を抜く、これだけで太りにくくなるので、ぜひともやってみてください。できたピーマンの肉詰めは Twitter もしくは Instagram でメンションしていただければコメントしますので、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。 See you next time。